またお会いしましたね。メイヤです。今回もですね、心霊写真を鑑定していきたいなと思ってですね、撮影してます。また今回は本当、心霊写真が手に入ったんですよ。今回のはちょっとこれ、厄介な写真なのかもしれないっていう写真ですね。まあ、ちょっとですね、お手紙の方を読んでみましょう。この写真は30年ほど前に私が念写して撮影できたものです。何か意味がある写真なのでしょうか？鑑定をお願いします。っていうことなんですよ。これ、念写っていうワードが入ってるんですけど、この念写っていうのはですね、まあ、本来ですね、昔のポラノイドカメラかなんかが出てた頃によく合ってたやつでですね、自分の中でイメージしたものを写真に焼き付けるっていう。まあ、人間はですね、微量の赤外線を放つっていうことができるみたいでですね、まあ、それを脳から放って、まあ、ポラノイドのフィルムに映像を焼き付けるっていうことができるっていうのがまあ言われてるんですよ。でもですね、実際のところはですね、ポラノイドカメラのフィルムがあるんだけど、その封を切ってない状態のフィルムに映像を念写するっていう。でもですね、まあ、実際のところは、まあ、トリックがあって、二つやり方はありますよね。一つはですね、まあ、封を切らずに加工して電子レンジかなんかに入れて、まあ、映像を焼き付けるやり方。でもそれをやってしまうと、まあ、特定の映像を映し出すことは多分できないと思うんですよ。で、特定のその映像をしっかり映すようなやり方っていうのがあるのはですね、どうするかっていうと、まあ、こっちはわかりやすいですよね。封を切った何も映ってないそのフィルムを前もって撮影していた別のフィルムと開けた後にすり替える。まあ、それをやるのが一番ありがちなトリックですよ。まあ、実際ですね、その自分も中学時代にですね、そうですね、ちょっとやりましょうかね。まあ、ちょっとここデジカメがあったんで言うんですけど、まあ、実際ですね、まあ、デジカメじゃちょっと無理だと思います。これフィルムカメラのフィルムに感光させないといけないっていうのがあるんでですね、おそらくデジカメではできないんじゃないかなと思います。こんな感じで構えておいて、まあ、こんな感じっていうか、まあ、こうでなくてもいいんですよ。もう要はこうでもいいし、こうでもいいんですよ。で、こんな感じで構えて、カシャって切ると、まあ、シャッターを切るっていうよりも、まあ、その、年始だから別にこのシャッターを切る必要もないんですよ。もう、このままフィルムに焼き付けるっていう念を送ることによって、まあ、映像が映るっていう感じなんですよ。でもそれをですね、まあ、自分も中学時代に何度かやったんですけど、これは成功しなかったですね。っていうか、ポラノイドカメラじゃないとダメみたいなのがあるんですよね。ポラノイドカメラのあのフィルムに直接焼き付けるっていうやり方なんですよ。その念写っていうのは。だからですね、まあそれがですね、もう今のカメラ、デジカメなんかじゃもうちょっとできないんですね。もうちょっと難しいところなんですけど。まあこれはですね、この写真っていうのがですね、91年の6月28日に撮られた写真ですか。洗面台が写ってるような写真なんですよ。で、これがもし仮に念写だとしたら、すごいなと。念写って結局、自分のイメージをフィルムに焼き付ける形なんですよね。で、これって、おそらくこの全撮りしてあるから、ポラノイドじゃないんですよ。ポラノイドの写真じゃないってことを考えると、これは、普通にある使い捨てカメラとか、もしくはフィルムカメラの、フィルムの部分、フィルムを持ってこうやって念写して、そのフィルムの中に自分の思っている映像を映し込んでるんですよ。これ。で、そのフィルムを現像に出して、この写真ができたっていうのだったらですね、これは相当すごいそのイメージ能力だと思います。まあ、言うならばこれはもう、念写の究極のトリックって言ってもいいのかもしれませんね。撮ってるところを見せずして、この写真は念写ですっていうような。もう強引ななんかトリックなんですけど、おそらくこれは念写じゃないでしょう。普通に撮った写真だと思うんですけどね。念写だったらもう少し周りがぼやけたりすると思うんですよ。で、物がはっきり映らないとか、あとは特定のものだけがはっきり映るとか、じゃなくてこれはもうこの画面全体がしっかり映ってますからね。これはカメラで撮った映像なんじゃないかな。そうですね。
よし、ちょっとここは力を使いましょうかね。師匠の術ですね。残留思念を読み解きます。いきますよ。うん、わかりました。少なくともこの写真、念写で撮った写真ではないです。なぜこの写真を撮ったかというとですね、ここの上のところにですね、電動歯ブラシが写ってるんですよ。この古い電動歯ブラシ、まあ、古いっていうか、まあ、91年の段階であった電動歯ブラシ、場合によっては1980年代ぐらいのものかもしれないですけど、まあ、当時珍しかったんじゃないですかね、この電動歯ブラシっていうのは。この電動歯ブラシをですね、写した写真です。もう長らく愛用したこの電動歯ブラシをですね、処分することになったみたいなんですよ。この写真を撮った方は。それで最後の記念にですね、まあ、この電動歯ブラシを写した写真を撮ったっていうことみたいです。この写真はですね、この電動歯ブラシを捨てる際に、まあ、記念に撮影した写真です。間違いありません。ということでですね、まあ、これは別に念写でも何でもないと。まあ、ただ、思い出の写真っていうだけです。だから、まあ、念写して撮影できたものです。っていうのはおそらくですね、これ30年前なんで、本人がそう思っているだけで、これは念写した写真ではありませんね。間違いなく、フィルムカメラだとは思うんですけど、カメラで撮影した写真ですね。うん。まあ、実際にですね、本当念写っていうものがですね、存在するのかっていうとですね、おそらく、念写は、まあ、トリックでしかないと思ってます。存在しないと思ってます。人間が微量の赤外線を出すっていうのは、なんかちょっと、まあ、有名な話なんだけど、その赤外線がですね、フィルムに感光して、まあ、特定のそのイメージを映像化するっていうことになってくると、まあ、それはちょっと別問題なんじゃないかなって、まあ、自分は思うんですよ。具体的にイメージできたとしても、それがフィルムに感光して、綺麗な写真として仕上がることはないと思ってます。まあ、何かしらわからない白いモヤのようなものが映ってるとかだったらですね、まだあるのかもしれないなと思うんですけど、はっきり写真としてわかるようなものが映るという念写は、まあ、存在しないと、まあ、自分は思っております。というわけでですね、今回は、まあ、ちょっと念写で撮られたという、まあ、写真をですね、まあ、ちょっと鑑定してみたんですけど、まあ、ここまではっきり映る念写はないでしょうっていう、まあ、そんな感じだったですね。また次回ですね、まあ、今度は、まあ、もう少し、なんか、それっぽい心霊写真をですね、鑑定できたらいいなと思っております。それではまた。